お施主様に行っていただく初期設定です。メニューバーの設定を選びます。はじめに料金設定を行います。電気の料金単価を設定したい場合は電気の変更を選びます。ご契約の料金プランを選んでください。ご契約の内容については電力会社の料金明細書などでご確認ください。ここではオール電化の事例でご紹介します。オール電化を選び、昼間、朝晩、夜間の電気料金単価、開始時刻、基本料金を入力します。時間及び金額の確認ができたら決定を選びます。太陽光発電がある場合には売電の項目が表示されます。売電金額の入力には売電の項目の変更を選びます。電力会社と契約している売電単価を入力して決定を選びます。水道・ガスが接続されている場合は同様に設定してください。続けて目標値設定を行いますので次へを選びます。あらかじめ初期値として300kWh が設定されています。過去の実績・目標値を直接入力することにより使用電力量の目標値を設定できます。過去の実績を自動設定は前年同月使用量や先月の使用量からの削減割合から設定できます。直接入力は数値を直接入力することにより設定できます。アイセグに登録されたテレビに昨日の売電量などの情報を表示するかどうか設定することができます。通知したい場合は通知するを選びます。登録し次へを押します。アイセグに登録したテレビ以外のモニターでアクセスする場合認証が必要ですのでアクセスパスワードを設定します。現在のパスワードを入力します。4桁から8桁の数値を新規パスワードに入力します。確認のため同じ数値を新規パスワードに入力します。登録し次へを選びます。太陽光発電・蓄電池ユニットの使用開始日を設定できます。この設定に基づいて発電記念日表示が行われます。登録し次へを押します。終了を選び設定を終了します。お施主様に行っていただく基本設定です。メニューバーの設定を選びます。時刻設定を行います。設定する入力ボックスに数値を入力します。入力が終われば決定を選びます。起動画面設定ではアイセグ画面を表示させたときに最初に表示される画面を設定できます。
お好みに合わせて5つのモードから起動画面を選ぶことができます。電気チェック設定は、お出かけや就寝前などに電気使用状態の基準となる値を設定できます。はじめに消し忘れたくない家電や照明器具などの電源を消します。そうすることで宅内に基準となる状態を作り、電気の流れ画面でその時点での使用電力量を調べてください。参考値が表示されますので、それを目安に入力します。太陽光発電の余剰電力で昼間にエコキュートの脇増し運転をするかしないかを設定できます。余剰電力でエコキュートの脇増し運転を行う場合はするに変更します。余剰電力で脇増しをする条件はご覧の通りです。エコモード設定では、登録されたエアコンごとに運転を開始してから30分後にエコモードに自動変更するかどうかを設定できます。自動変更を選ぶと自動的にエコモードに変更します。登録したテレビに通知情報として表示してからエコモードに変更したい場合は、お知らせ後変更を選びます。